皆さん、これからの映像制作のあり方が大きく変わろうとしています。このバーチャルラインスタジオで人物と自由な空間をリアルタイムで合成、その場で確認できるバーチャルスタジオは映画や CM 制作のあり方を劇的に変えてしまいます。どういうことかご紹介しましょう。ケース1、バーチャルスタジオならセットチェンジもスピーディー、移動時間なしで1日に何シチュエーションも撮ることができます。スタート。役者やスタッフのスケジュールもぐっと短縮できますね。ケース2、撮影条件が厳しい街ロケもフォトリアルに実現。バーチャルスタジオならカメラワークも自在です。あ、ここの看板なんですけど、これもう少し、看板やモニター映像の差し替えもその場ですぐ確認。仕上がりイメージが現場で共有できるから制作進行がぐんとスムーズに。 Yeah! We did it! Nice!K3、 ビッグビジュアルの撮影も最小限のセットで。撮影プロセスのあらゆる課題を解決最適化していくバーチャルスタジオはリアルタイム配信にも大きな威力を発揮します。ケース4、プレゼンテーションの内容に合わせ背景を変化させたい、場所を変えたい、情報をリアルタイムに絡めたい、そして離れた場所にいる人同士リアルタイムに共演したい。はい、そんな全てをバーチャルスタジオが叶えちゃいます。こう家があって窓外が CG とかっていうことじゃなくて、なんかこう通りをちょっとだけ作って、その先の通りはずっと、実は CG なんだけれども、カメラで撮ってこうカメラがこう動いたりするとその通りがちゃんとそれに追随して、パースが変わっていく。そういうところでこう主人公たちとか、なんかモブシーンとかがあのエキストラの人たちがこう右往左往する、こういう技術があるからこの作品は作れるんじゃないかっていう見込みが立って、これをやろうっていうふうにこう企画を選ぶときにいつも考えるんですけれども、作品の質が変わるかもなっていうふうに思いますね。特にもう僕らコマーシャルとか広告のコンテンツは、まあクライアントさんがいて、ね、代理店さんがいて、プロダクションがいて、スタッフがいてっていう、結局イメージの共有っていうのがまあすごい時間を割くというか、まあそこが一番重要だったりするんだけど、まあそこが一番時間もかかることであって、しかも誤解も生まれるところであるんで、まあそういうところもまあ多分スムーズにいくっていうのはまあ期待できますね、そこも。はい、個人的にはそのコマーシャルをそう要するに生中継して、しかもそれがすごいハイクオリティなコンテンツでっていう、まあ、そういうあの新しい生コマをやってみたいですね。スケジュール、コスト、天候リスク、仕上がりイメージの共有、映像制作におけるさまざまな課題を解決し、
リアルタイムイベントの可能性を大きく広げるバーチャルスタジオ。あなたならどんなアイデアを実現しますか？ハイカット OK です。お疲れ様でした。ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとうございました。バーチャルラインスタジオ。